いやもう初めてですっごい緊張しててうまく喋れるか心配です。最初は本当緊張して何も動けなかったんですけど、でもやってるうちにすごく楽しくなってきて、でうまく何て言うんだろう、演技会も、まあ、うまくいったっていう、まあ、うまくいったんですけど、最初はもう本当に記憶がなくって、だから動画見てあこれ降りたんだってぐらいなんで、本当に延山合宿緊張だらけで、逆にそういう面でも疲れて本当にメンタルがやられました。最初は本当に選ばれるって思ってなかったので、もう本当にびっくりして今の聞き間違いかなって思ったぐらいで、パニックになって最初立ち上がるのがなかなかできなくって、そしたら友達は肩ポンポンと叩いてくれて、まあ、本当にやっぱ呼ばれたんだと思って、その時は本当にびっくりして、本当に私って思ってすっごい信じられなかった部分あるんですけど、今は本当にすっごい嬉しいです。すっごい喜んでました。でもやっぱりみんな疲れてたんで顔が死んでました。すっごいやっぱりみんな上手くって、特に滑りも思いっきり押してる感じがなくて、簡単そうに一緒にスッて滑ったりとか、ジャンプもすごく高さと幅があってびっくりして、やっぱりみんなスピンも速くて、でポジションも綺麗だったんで、そこはすごく驚きました。でも最近頑張ってるのは表現力をつけるようにしてて、でマシモ先生にも教えてもらったんですけど、やっぱり強弱をつけれるように頑張ってます。アシュリー・バグナーとかすっごい踊りがハキハキしててかっこいいなって思います。将来、まあ、将来はやっぱりアシュリー・バグナーさんのような表現力プラス4回転を跳んでみたいなって思って、で大会でも4回転を決めれたらなって思います。もうオリンピックにも本当に出場してみたいなって思ってて、逆に出れてる選手はすっごい羨ましいと思って、いつかはあの舞台には立ちたいなって思います。オリンピックであの表彰台に乗りたいって思ってて、できたらその表彰台の真ん中には乗りたいって思ってます。今シーズン今不安定な三三、ルッツ等の三三を安定できるように練習して、で他のジャンプの三三とかもたくさん練習してできるようになりたいです。でそれで今年の全日本ノービスの大会でトリプルアクセルを降りたいなって思っています。ちょっと練習してます。でもちょっとやっぱりちょっと怖い部分もあって思いっきりできない部分もあるんですけど、いつからいつかはできたらなって思います。